久保さん僕はあの続編はあんま見てないんですけどまああの本当ににんだえー、自由の女神がねあのいて愚かな人間みたいなねまあでも人間っつうのは愚かな人間だと思うお人間っつうのはまあ全て愚あの多分ね動物が一番、うん、まあ自然のセオリーなのかなっていう人間は まあ、知恵を授かった。まあ、何かのね、理由で知恵を授かって、ね、まあ、猿からね、人は進化したみたいな、あるんですけど。<laughs> なんで猿から人は進化してるのに猿、猿、猿は猿のままやねんっていうね、このなんか謎解きゲームですけどね。<laughs> なんで猿から人は、ほ、ほも、なんだっけな、な、なんかの、さ猿から人は進化したみたいなね。 なんで未だに猿いんのみたいな。チンパンジーいんのみたいな。進化してるんだったら全員猿いないよねっていうね。<laughs> ま、そのなんか疑問は残るわけなんですけどね。そう。まあ、人間は知恵を何かしら授かった上でね。あのー、まあこういう文明を作ってきたとは思うんですけど。うん。知恵っていうのは、あ最大の、なんだろうな。 武器であり最大の愚かさであると。うん。知恵は最高のものであり最低のものであると。いうところじゃないですかね。だから結局人間なんつうのは地球規模で考えると、まあ地球破壊行為をして死んでいくわけですから <laughs>。ね。いや、吉田さん、私は地球に優しい生活をしていますって言った人でも、ね。あの、CO2 ですか 二酸化炭素出してるしそれは動物もそうかもしれないですけどねあの最近はコンビニ行ったらゴミ袋がなくなって有料化になりましたけどもまあねこういう服もねこれもなんだこれとかも多分石油だろうしね地球ぶっ壊してね石油掘ってるしで石油も限りあるから今度石油なくなるからこの電気だっっね電気自動車だったりとかあとトヨタが。 水素、水素だったかななんかやってました、やってますけど、結局破壊し、破壊しきってなくなって、次こっちだみたいなね。<laughs> うん、大量生産、大量消費はなくならないだろうし、安いもの、安いもの。安いものを作りたい。安、あ、安い、安いものを買いたいっていうね、欲がね、大量消費、大量生産。大量生産しないと安いものなんか作れないですからね。<laughs> ね お得にね私だけお得にいいものをお安くていいもの安くていいものを作るために <laughs> 多くの廃棄がされて地球が破壊されてってだからまああの目に見えないですけどもまあ今 YouTube とかで検索すれば目に見えますけどねなんかその埋め立て地とかすごいですよ、うん、ある国だったらその埋め立て地のゴミを拾う子供とかね出てたりしますけどうん ね完全全部リサイクルできるわけではないですし。そう、リサイクルした方が高いから、リサイクルしないっていうね。うん。だそれも結局、リサイクルすると料金が高くなるから、結局安く提供できなくなると。で、安く提供できなくなるから売れないと。で、なんで売れないのかっていうと、安いものが欲しいっていう、よく、あの、あると。<laughs> うん。だから YouTube 大学の、 田中さんが、なんか最近、最近ってかもうちょっと大しましたけど、服をね、こうプロジェクトで、その、あの、完全受注生産みたいなね。その、廃棄をなくすみたいなね。えー、その、その代わり、物はいいよと。その代わり高いし、あの、ただその、2ヶ月待ってくれと。この問題を解決するためには、ま、待ってくれれば解決できるんだよ、みたいな。ね。待てばいいと。 そう生産その生産されるまでね待ってくれればこのワンツーワンのねあの物流っていうのは可能だとだ待つだけで実は地球は変えられるみたいなねうまいなっていうたま確かになみたいなねえみんなが待てばねあのまあそ,それがいけるわけじゃないですかでも今すぐ欲しいじゃないですかみんなうん はあ、まあ人間っつうのは愚かな生き物ですよ。い、うん、ってらっしゃい。